赤壁の戦の後、天下は私たち宋義と劉備、孫権による三つどもえの形となりました。そして父上は志半ばにして世を去られました。宋義を継いだのは我が君宗妃様。聡明なる我が君が天下を一つとして治めれば、次の時代はさぞ豊かなものとなるでしょう。ですが高顔な職は北伐と称し、宗義の領土を脅かそうとします。身の程を知らぬ無粋な輩には厳しいお仕置きが必要ですわね。信よ、これより私が宗義の主となり天下を目指す。宗孟徳の覇道を継ぐのではない。この宗士官の覇道が今より始まるのだ。まず手始めに外邸の地を職より奪う。奴らは愚かにもあの地で山頂に布陣している。街道を奪い孤立させてやれば終わりだ。信よ、共に参る。うるさく吠える職名を返り討ちにする。そなたの麗しい姿、散りゆく職の将兵たちの手向けとしてやる。諸葛亮の弟子と聞いたが、山頂に陣取るとは愚かな。師匠の代わりに軍略の美学を教えてやらねばなるまい。美を示す、いいでしょう。私の出番ですね。行け長考よ。は、いざ。義の本陣、逆落としで一気に落とすぞ。見えすぎた。我が知略の敵ではないわ。各軍、戦況を見極めよう。次は負けない。敵将、撃ち取りましたわ。俺の攻撃、かわせるか。なるほど。ふもとの要所をダッシュしましょう。さすれば馬謖は孤立無援。美しいサイン。次は負けない。敵将、撃ち取りましたわ。なんと側面の麓が奪われただと。引き続き馬謖を攻略し麓の奪取を。
俺がぶっ飛ばしてやる。敵陣へと切り込むのです。今度は負けねえからな。敵将討ち取りましたわ。諸葛亮らの後続部隊は接近しています。何、急ぎ馬謖を討ち備えねば。来ないのならこちらから出向くまで。美しき死ぬさらに響かせよ。俺の攻撃かわせるか。次は負けない。敵将討ち取りましたわ。次は負けない。敵将討ち取りましたわ。私と勝負だ。いざ。後方の麓が敵に奪われるとは。失態です。上将申し訳ありません。もはや策落としなど効きません。このまま馬謖を倒し山頂を奪い取れ。美しく散らせてやりましょう。我らの胸に刻みつけてやるのです。本陣でおとなしくしているのも退屈だろう。良き夫とやらを演じてみるのだろうか。早きこと風のごとく古い兵法だがな。敵将討ち取りましたわ。我らも先行の一つも立てるとすると真に勝ちは見えた。余計なこと。私は飾り物ではありません。あなたもそれをお望みでしょう。流れは我が軍にあります。美しき白髪さらに響かせよ。
くのも戦略です。敵将撃ち取りましたわ。ここは恥を知る。上将のもとへ撤退する。大将は完全に敗北。魔族を逃すな。図に乗るなよ。よろしい。ここまでか。敵将撃ち取りましたわ。逃げ出した結果が討ち死にとは。仕上げは後続部隊だ。順次討ち取れ。一つも立てるとするか。参ります。Yeah!
敵に出会った。いずれ再戦しよう。敵将撃ち取りましたわ。魔職を破り雷帝を占拠した。思い上がった愚か者が勝てる戦などこの乱世にあるはずもない。この勝利はただの必然だ。この戦の収穫は職の人材不足を確信できたことか。あとは我が軍の精兵でじっくりと追い詰め息の根を止めればいいだろう。